復元されたローマ時代の建造物マインツ川戦後1840年頃、第二次大戦で破壊された教会マインツの街並み上空から左側がマインツマインツはドイツ連邦共和国の都市、ラインラントプファルツ州の州都、中世よりマインツ大司教の司教座制度の所在地であり、活版印刷の発明者、ヨハネス・グーテンベルクの出身地でもある。 一時フランス領であった時期には、フランス語のマイエンスの名で呼ばれた。ラインアウトプファルツのワインの集産地であり、当地産のスパークリングワイン、クッパ、ベルクは特に有名である。学府出版で著名なショットもこの地にある。ローレライはじめ様々な伝説に彩られた風景や、古城の景色を楽しめるライン下りの観光船は、マインツを出港地としている。ビンゲンからコブレンツまでの、 ライン渓谷中流上部は2002年ユネスコ文化遺産に登録された。赤字に白の車輪を表す死の紋章は伝説によれば1009年に死教に選任されたビレギスの古事に由来する。マイン側とライン側の合流点に位置し、河川交通の要衝である。そのため、幾度か深刻な洪水による被害を受けており、近年でも1995年に大規模な 洪水被害を受けた。近隣の都市としては、ビースバーデン、ダルムシュタット、そしてフランクフルトアムマインなどが挙げられる。マインツは、方言地図上、中部ドイツ語のうちの西中部ドイツ語、その中のラインフランケン方言の地域に属する。市の中心地、グーテンベルク広場には、北に50度を示す線が、敷石に示されている。元来ケルト人の居住地たちに、 紀元前一世紀後半、ローマ帝国が築いた軍事拠点であるモゴンティアークムがその起源とされる。当初は周辺地域に集落が点在していたと考えられるが、ゲルマン人の侵入が激化する中でそれらが集結、死壁の建設が進められた。この大規模な軍駐屯地は都市的な特色をも帯びるようになった。帝国末期、属州ゲルマニアスペリオールの州都となった。 多くの神殿や古代のアルルやリオンの劇場に匹敵する1万3千人以上の観客を収容できるほどの大規模な劇場もあったが、現存するローマ時代の遺跡としては、いわゆるジュピター柱をはじめとする建造物をライン中流域、州立博物館にフィンテン近傍の水源地からマインツにまで伸びていた 8km の水道の設備跡をサールバハの谷に見ることができる。 5世紀末、フランク王国の支配下に入った。8世紀半ば、ボニファテウスがマインツの司教に就任してから、マインツはドイツにおける、新徒全体を統括する、主位大司教座の役割を担った。カール大帝は813年、帝国内の5つの都市で、教会会議を開催し、民衆の理解できるような仕方で説教を行うことを、聖職者に命じたが、マインツでは、 神の言葉は、俗習が理解し得るような仕方で説教すべし、すなわち、ラテン語説教を、ゲルマン語に訳すべしと定めている。神聖ローマ皇帝ハインリヒニセギの死によって、リーウドルフィンガー家が途絶えると、1024年7月4日、コンラートがドイツ王に選ばれたが、その際マインツ大主教が大きな働きをし、王の戴冠式もマインツで挙行された。中世を通じて、 マインツ大司教は、ドイツ内での有力諸公としての地位を保ち、1356年に成立した金印直書の中では、7人の選定校のうちの一人と位置づけられている。マインツ大司教は、新生ローマ帝国の大官房長であり、皇帝を選挙する選定校の主席であり、諸公や諸都市の会議である帝国議会の議長であり、要するに、 帝国で皇帝に次いでくらいの高い存在であった。13世紀末頃に成立した中高ドイツ語文学、ローエングリーンでは、マインツ大司教は、カール大帝の定めた七選定校の第一に、ドイツ管轄帝国詔書として挙げられている。マインツはしばしば帝国会議の会場となった。ドイツ中世史の栄光の頂点に立った、フリードリヒ一世が、1184年の、 聖霊降臨祭に催した息子たちの騎士助任式の祝祭、1188年断食期,期間中に皇帝が十字軍遠征を誓い、イエス・キリストの宮廷会議と呼ばれた大帝国会議は特に有名である。1184年の祝祭は中世ドイツ宮廷文学の創始者、ハインリヒ・ホン・フェルデケが n e デにおいて商用している。 13世紀末頃に成立した中高ドイツ語文学、ローエングリーンでは、ブラバントのエルザのために戦う白鳥の騎士と、フリードリヒ・ホン・テルラムントとの決戦が、マインツで行われたようにほのめかされているが、この設定も、フリードリヒ・バルバロッサが、マインツでも用した有名な宿宴にあやかったのかも、しれない。1115年マインツの都市住民は聖ローマ、皇帝ハインリヒ5世に迫って、 皇帝に捕獲されていた大司教アーダルベルトを釈放させ、1119、20年には大司教がこれに感謝し、住民に対して外部の裁判所に呼び出されないこと、抗訴を付加されないことを保証している。マインツでは面積105ヘクタールを囲む広大なローマ末期の周壁館が中世前期を通じてこの都市の住民を包み込んでいる。夫を三世の時代。 マインツの市場は、ドイツ国内で最も重要な市場として、その市場監修は、ボーデン湖からザクセンに至るまでの地域に知られていた。当時マインツを訪れた人の記録には、この、非常に大きな都市に、東洋の東の外れにのみ産出する、香辛料が見られることに驚嘆する記述がある。一方、12世紀末頃、マインツさんの毛織物がベネツィアにまで来ている。 13世紀以降、諸都市は都市同盟として事故を主張する。その目標は平和、とりわけ商業の安全確保であり、出現しつつある両方君主の圧迫からの保護であった。その最も有名なものが1254年のライン都市同盟で、マインツ、ボルムス、オッペンハイムが原動力となった。提唱者はマインツの市民で遠隔地商人である。 アーノルト・バルポットである。翌年までに60以上の都市、諸公などを含む都市同盟に発展した。1244年都市マインツはドイツ王コンラート4世と対立するマインツ大司教から大幅な都市特権を認められた。14世紀初め、マインツの約120ヘクタールの市壁内の人口は2万から2万5千人にまで増加したと推計されている。 1331年には帝国自由都市となった。マインツにはすでに9世紀から11世紀にかけて新生ローマ帝国において最も重要なユダヤ人共同体が存在していた。ユダヤ人の共同体は10世紀に急成長したが、1096年には第1回十字軍との関連で最初の暴力行為が発生した。 ユダヤ人社会の富に目が眩んで、ライン川を下流へ向かって進む熱狂した大衆が、各地でユダヤ人から略奪し、殺害したが、それはマインツでも行われた。マインツでは、回収を拒否した1000人以上のユダヤ人が十字軍兵士の犠牲となった。ベルギーのブリュージュ島に現存する急遽が、世界遺産に登録されていることからも知られている、ベギン海は、 俗人と同じように生活し、戒律による教授生活を送ることのない修道士、修道所の集まりであったが、13世紀前半には、マインツ地方にも、ベニン海修道所がいたことが証明されている。宗教改革に際して、ドイツ語聖書の出版を可能にした技術である、活版印刷術は、この町の出身者、ヨハネス・グーテンベルクの発明とされる。16世紀前半、 マインツ大司教アルブレヒト・フォン・ブランデンブルクの下で文化活動が交流した。アルブレヒトは大司教委就任の際、多額の金額を強行に支払ったが、それはフック明けからの借金によるものだった。彼はその大金の返済を職友上の利益によって果たそうとし、宗教改革の引き金を引くことになる。ちなみに大聖堂の脇にあるマーク・トブラマンは、 アルブレヒト・フォン・ブランデンブルクにより、パビアの戦いでの神聖ローマ皇帝カール5世の、フランス王フランスは一世に対する勝利と、農民戦争の鎮圧を記念して1525年に建てられたものである。17世紀になると30年戦争、大同盟戦争などで荒廃した。フランス革命が起きると、マインツは大きな影響を被る。まず、フランスから、 大勢の亡命貴族が流れ込む。マインツ大司教は彼らを艦隊し、マインツは反革命派の拠点になる。オーストリア皇帝やプロイセン国王がマインツに返して、作戦を練り連合軍はフランスに進軍するが、バルミーの海戦で敗走。勝利したフランス軍がドイツに侵攻し、1792年10月、マインツを占領する。臨時政府と革命議会。 ライン公会が置かれる。公会は1793年3月17日、マインツ共和国の樹立を宣言し、3月21日には、副議長、ゲオルク・ホルスター提出の同義を採択し、フランスへの合併を決議する。フランスの国民公会はこれを承認してマインツは、フランス領であると宣言される。その後マインツは、 プロイセンオーストリア連合軍に包囲され海上となり、プロイセン領に編入される。1798年から1814年に、かけてのフランスによる占領の後、1816年に、ヘッセンダルムシュタットに編入。1834年7月、ドイツ連邦加盟諸国は、メッテルニヒ首導の60過剰からなるウィーン秘密、協定を結んだ。これにより、 マインツを本部とする、情報組織網が編成された。マインツ大聖堂ロマネスク様式の、マインツ大聖堂は、ケルン、トリーアと並んで有名な大聖堂である。シュパヤー、ボルムスの大聖堂ともにライン側、上流地域ロマネスク様式宗教建築の最高傑作とされる。ルネサンスの三大発明の一つである。 活版印刷を発明したヨハネス・グーテンベルクの生誕地であり、グーテンベルク博物館では、グーテンベルク自らが印刷したとされる世界最古の活版印刷である聖書などが展示されている。グーテンベルク工房印刷によるオリジナルの42行ラテン語聖書は47冊現存するだけだが、その一つがアメリカ大統領が 就任式の先生の際に手を置く聖書である。ちなみに、1477年創立のマインツ大学は、現在ヨハネス・グーテンベルクの名を冠している。マインツは、政治、社会風刺の造形などを乗せた出しが注目される、大規模な行列が街を練り歩くカーニバルの都市としても、有名で、広場にはその様子を表す楽しい噴水もある。カーニバルは、この街では、 ファセナハトあるいはファスナハトと呼ばれる。13世紀後半から14世紀初頭にかけて活躍した核原子の名手、変歴のミンネジンガーフラウエンロープことハインリヒ・ホン・マイセンは1318年にこの地に没している。カール・ツックマイヤーは第二次大戦を挟んで活躍した劇作家の中でブレヒトと共に 最も活躍した人であるが、彼は、マインツから十数キロメートルほどライン川を遡った町、ナッケンハイムに生まれ、1903年から1914年まで、マインツで生活し、その間マインツのギミナジウムに通った。作品の翻訳も少なくない20世紀の作家、アンナ・ゼガースは、マインツに生まれた。聖シュテファン教会では、シャガール作のステンドグラスを見ることができる。 マインツのトラムマインツ中央駅から北方にライン側、左岸線、南方にはマインツマンハイム線が伸びている。市内交通はマインツ市電が5系統の路線を運行している。マインツの東方 16km にフランクフルト空港があり便利である。ドイツの20メガ大学の一つ、マインツ大学及び著名な諸研究所を有するマインツ市はスタッドデア・ウィスンスチャーフト2011。 学術都市2011に選ばれた。ドイツ第2の公共放送ネットワークである。第2ドイツテレビは、マインツに本部を置いている。また ARD 加盟の南西ドイツ放送もマインツに放送局を置いている。マインツは、以下の都市と、姉妹都市である。また、有効都市は、ありがとうございます。